身長ビヨン石井学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで本日ゲストです。マシ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 ということで、こちらですね、進学会という塾を経営されてます菊池先生、よろしくお願いします。菊池先生なんですけども、なんとチャンネル登録者今5万人ですか、ね、すごいですね。僕のチャンネル今 1.8 万人ですよ。2倍以上とかって頭が上がらないということで、今日コラボしていただいてありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。先生のチャンネルはですね、受験、特に中学受験でよろしいでしょうかね、はい、はい。身長伸ばしたいといったお子様、お父様、お母様とですね、おそらく見ている層が一緒なんじゃないかということで、コラボさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にでいいんですけども、ちょっと自己紹介とかしていただいてよろしいですか、はい。中学受験専門塾進学会代表の菊池と申します。私のチャンネルではですね、成績アップであったりとか、あとはその親子関係を良好にしようっていうことについて Tips をご紹介するチャンネルをやっております。今回ですね、成績アップと身長アップには共通点が多いんじゃないかっていうことでですね、いろいろ楽しいお話ができるかと思ってここまで参りました。楽しいお話をさせていただきよう、よろしくお願いします。お願いします。先生は何個塾経営されてるんですか。今3校舎やっています。はい。場所はどこなんですか。自由が丘と目黒と中野の3校舎ですね。一等地ばっかりじゃないですか先生。そうですね、やっぱり中学受験熱が高いところっていうと、比較的ターミナル駅みたいなところが中心になるんで、家賃が高くて大変です本当すごいなと。私はまだこの1個ねクリニックさせていただいている中でですね、経営者としてもね先輩でということで、本当に今日はねいろいろ勉強ばっかりさせていただくっていうような会になっちゃうっていうところですね視聴者の皆さんとですね勉強させていただきたいと思います。ということでですね、本日お話しさせていただく内容なんですけども、成績が下がり身長が下がる悪習慣について徹底解説ってことでね、下がりまくりと、いや上げろっていうことで、今日ねしっかり最後上げていきますんで、皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、まずは最初私からですね、身長をね下げる、これだけやっちゃいけないってことで、まずお話しさせていただきたいのは睡眠ね。睡眠だなと思います。寝る子はよく育つなんて単語があると思うんですけど、私はそれはね正しいというふうに考えております。まあ、当然なんですけど、寝ている間ですね、成長ホルモンが分泌されますし、まあ、寝てね回復することで次の日ねまた活発に動けるってところなんですけども、睡眠ってどうなんですかね、受験においては重要なんですか。いや、これめちゃめちゃ大事なんですよ。私の塾だとですね、子供たちに学習記録ってのを書かせて、まあ、勉強の日誌なんですけど、睡眠時間何時間、勉強時間何時間っていうデータを自分で取らせてるんですね。それ報告させるんですけど、睡眠時間が少ない子って露骨に成績伸びないです。いやこれマジです本当に。けど僕の勝手なイメージなんですけど、僕本当に全然勉強できなかったんですけど、僕周りは頭いい人いっぱいですね。まあ一応お医者さん一応なんですけども、周り本当は頭いい人ばっかりなんですけど、みんななんかやっぱり夜中まで勉強してたイメージあるんですけどね。いやー多分時代の違いというか、昔はほら4等娯楽みたいな感じで、4時間睡眠で勉強頑張ると合格できるけど、5時間寝てたらダメだよみたいなあったじゃないですか。まさに言われましたそれ。マジですかやばいです本当に。私の塾に通ってるのは小学校4年生、5年生、6年生がメインなんですけど、4年生で睡眠時間が8時間ない子とかは結構勉強してても伸びがいまいちっていう感じにはなっちゃいますね。そうなんですよ、それ相当面白いなと思います。身長によってもですね、当然大事にはなるわけなんですけど、先生が参考にされて何時間は寝てくださいねみたいな指標はありますでしょうか。そうですね、5、6年生の子でやっぱもう8時間はマストで、できれば9時間いってるといいなみたいな感じですかね。で4年生の子だったらもちろん9時間は絶対お願いしますっていうようなくらいの数字です。いやその数字もですね、すっごい私としては面白くて、普段私が YouTube を通してですね皆さんお伝えしている数字ですよ、全く同じなんですよ、ね、全く一緒、ほぼ一緒だと思います、はい、私の方でねお伝えしている数字はナショナルスリープファンデーションね、いつもお伝えしている記事なんですけども、6から13歳で9時間以上、14歳以上だと8時間以上寝てくださいねとお話しさせていただいてますので、ほとんどね、まあ、一緒っていう表現ができるかなと思うので面白いと思いますので、あと5、6年生の子はねできれば9時間行ってほしいんですよ私も。でも現実的に塾終わる時間が遅くって、もうその時間が確保できないとか、あとは宿題とかね、これご覧のあなたもですねお子さんの勉強で寝かせてあげられないという悩み抱えてるんじゃないかと思うんですけど、実際私も同じようなお悩みよく聞くんですよね。だからどういうふうに睡眠時間を確保していくのか、テクニックを学んでいくことってのは大事なんじゃないかと思うんですね。あとなんか僕先生の動画ちょっと拝見させていただいて、すっごい気になったのが、指になんかはめてなんか睡眠、あ、これですか、今日も
してきてる。今日もします。常にしてるんで。常にするやつなんですよ、はい。それちょっと教えてほしいんですけど、何なんですか？オーラリングって言って、寝てる間の睡眠の質とかを計測してくれるんですね。常につけてるんで、昼間の間どういう風に運動して体を動かしたかとか、そういうのもわかるんですよ。運動が少ないと、やっぱり睡眠の質とかも良くならなかったりとかっていうのがあるんで、自分のそのコンディション管理のためにつけてるんですけど、これやってみて、自分の睡眠のデータこうだよってのを子供に見せると、子供たちも、ああ、そうなんだっての結構納得してくれるんで、まあ話の説得力が増したかなとは思います。それは実際お子さんでもつけてる方いらっしゃるんですか？子供用は多分ないんじゃないかと思うんです。多分太いですもんね。そうですね。まあ一応これは事前にサイズ測って合うサイズのやつを購入できるんですけど。じゃあ5年生、6年生とかぐらいだったらハマるかもしれないですね。そうですね。これ言えますかね？中がこうセンサーとかがついてて心拍数とかっていうのが計測できるんですよ。ちなみにそれ高いんじゃないですか？3万円くらい。3万円くらいですけど、それで身長も伸びてね、成績も伸びれば安いかもしれないです。そうですね。やっぱこれつけるとデータで自分の睡眠の質とか睡眠時間分かるんで、コンディション管理に対して意識が高くなりますね。実は私結構お酒好きだったんですけど、これつけると自分の睡眠の質がお酒飲んだ後って露骨に下がるのが分かるんですよ。やっぱりそうなんです、ね、マジで下がるんですよ。だからお酒飲まない方がいいなって思って、めったに飲まなくなりましたね。すごいですね。はい。もう本当週3、4くらいお酒飲んでたのが、今月1、2くらいの頻度に下がったっていう感じですね。やっぱり睡眠はですね、時間も大事ですし質も大事だってこと。それは本当にですね、身長伸ばすのも全く同じですね。すごく共感させていただきますし、先生のそのオーラリングの URL をね、概要欄の方に貼っておきますので、全然回し物じゃないですけども、もし興味ある方はやってみてもいいかもしれないですね。案件ではないですけどこれは。いやだけど本当に僕も初めてそういったのを聞かせていただいて、すごく勉強になります。女性用とかももちろんあるんで、子供でも小さいサイズなら合うかもしれないですね。はい、私の方から身長伸びなくなるということで注意してくださいということで、睡眠という話題を挙げたんですけど、身長を伸ばすためにですね、早く寝て早く起きた方が生活習慣が良くなるなんて説明をね、僕するんですけども、先生はそこら辺どういったような説明されたとかありますでしょうか？これ全く同じことを言っていて、成績アップのためにもそれすごい大事なんですよ。で、夜の時間ってやっぱりテレビとかの魅力いろいろあるんで、子供たち起きてても勉強がはかどらなかったりするケースが多いんですよ。でも朝って、まあ、ニュースとかが多くて、子供にとってはつまんない時間が多いんですよね。だから朝しっかり起きると、その時間が勉強時間に当てられる、しかもその一定のリズムを守ってやれるっていうのが結構メリットとして大きいんで、成績アップのためにも身長アップのためにも早寝早起きの習慣っていうのはぜひつけてほしいなというふうに思っています。やっぱ朝勉強させた方がいいんですか、子供には？これは絶対やった方がいいですね。朝って僕が小さい頃聞いたのが、英語の音読とかルーティーンの、これどっちかというと計算をバーってやるとか、そういったのがなんか向いてるという印象なんですけど、どういったのが具体的に指導される？ベストはやっぱり夜寝る前に暗記系のもので、起きた後は寝てる間に脳が整理整頓されてすっきりしてるんで、おっしゃってたみたいな計算系とか文章題図形問題、考える系の問題やるのがいいというふうには言われてますね。ただ何をやるかよりもやるかやらないかの方が圧倒的に差が大きいんで、なので朝起きて漢字の勉強からスタートするでも全然 OK だとは思っています。いや今すっごい本当にいい言葉いただいて、やっぱり、ね、何をやるかよりもやるかやらないかね、0、1の差が大きいですよってことで、1とね 1.1 の差は気にしてんじゃないってことで、ね、これね慎重に言っても本当によくある話だと思いますので、すごく参考になります。睡眠に関してはですね、菊池先生でも熱すぎるっていうところで、もう一個質問させてください。結局のところですね、私の方では9時間以上寝てくださいとお話ししています。ただし実際9時間寝ようとするとかなりですねスケジュールがタイトになってしまう。それこそ塾からですね都内のね皆さんが帰ってくるの遅くなりますから、なかなか時間確保できない。そんな中で、ね、先生からアドバイスみたいなのありますでしょうか？そうですね、これは成績アップのためにも超大事なんですけど、しっかりスケジュールを立てることってのが睡眠時間の管理のためには超大事だっていうふうに思ってるんですね。子供やっぱり私たち大人が感じてる以上に脳が未発達で、先のことを見通して行動する力ってのがすごく低いんですよ。だからついダラ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 してしまって、勉強を始めるのが遅くなって、宿題終わるのが遅くなって、寝るのが遅くなるみたいな悪循環というか悪い連鎖がどんどん起こっていくんですね。なので何時になったらこれを始めて、そして何時までに終わらせるっていうスケジュールをピシッと立てて、子供が行動しやすくしてあげることってのは大事なのかなというふうに思います。何時までに終わらせろっていう風な指示をしてしまう親御さんって多いんですけど、これにどれくらい時間がかかるかっていう読みは子供には本当に困難なんですよ。 あなたのお子さんどうですか？多分時間のコントロールめっちゃ下手じゃないですか。これは子供は当たり前なんで、スタートの時間を決めるっていう風にスケジュール管理のやり方を変えていくと結構うまく回ることが多いですね。面白いですね。ある意味大人と逆転の発想というか、大人前だと仕事をしてくださいっていう時、何月何日何時までに仕事をしろっていう風にねよく言うと思うんですけど、子供は逆の方がむしろ、ね、効果が高いって、めちゃくちゃ勉強になります。ありがとうございます。
います。例えばスケジュール例みたいなのちょっと共有していただくと、もしかしたら皆さんにとっても参考になるかなと思うんですけど、これはあの中学受験やってるご家庭とかがやっぱり睡眠時間の確保難しくって、子供の身長伸ばしてあげたいけどでもなかなかっていうケース多いと思うんですよね。そういうご家庭向けのスケジュールとしては、いつも塾大体5時くらいからあると思うんですよ。家でも5時くらいから勉強を始めて、で2時間くらい勉強をこなした後、7時からご飯を食べて、8時以降ですね、5、6年生の子だったらその後ももう一勉強もう一頑張りくらいな感じだと思うんですけど、お風呂の時間とかどっちを先にするかは寝る時間から合わせて逆算という形にはなりますけど、大体9時半とか10時くらいに就寝できたらいいねっていうようなイメージですかね。わかりましたね。皆さん今の聞きましたか？今すぐやってくださいよね。成績的にはもう今の守るだけで偏差値いくつぐらい上がるんですか今まで。中長期的に見ていったら、生活リズムをしっかり整えるっていうだけで偏差値は5や10変わっても全然おかしくないですね。素晴らしい。私ももっとね10高ければとね、本当に今この年になってもまだ思いますから、ね、僕もあと10センチ身長高かったらと思うんですけどいや本当に、ね、欲望たまらないばかりということですね。ありがとうございます先生。本当にということで、先生睡眠マニアですかっていうぐらいですね、もう睡眠詳しすぎるってことで、もうね今日もめちゃくちゃ勉強になりました。本当にですね、睡眠はですね身長にとっても大事でありますし、成績にとっても大事であるってことですね。参考なんて単語はねもう古いのかもしれないですけどもね、身長が高くなって成績が伸びる、ね、高学歴になれるってところで、もう睡眠を制すれば3分の2はね解決するってことに言えるかもしれないって、ね、思いましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。ということで、ね、私のねチャンネルの方ですね、先生にですね睡眠に関してお話ししていただいたんですけどもね、菊先生の動画ね概要欄の方に貼っておきますけども、運動と食事に関してですね先生と激論ね交わしておりますので、そちらの方もぜひ概要欄の方から皆さん飛んでみてください。お互いねチャンネルもぜひ登録お願いいたします。それではまた、身長ビヨーン、バイバイ。